実はさらに進化させておりまして、今度は経済産業大臣表彰をいただいたバイオインプラント新衣装二層成形技術マツダ3とか CX30 の方に実は載せておりまして、それを今回ものづくり日本大賞の経済産業大臣表彰を今回いただいております。隠し持ってたんですけど、なんだろう、これがさっきの新衣装二層成形ってやつですね。新衣装二層成形、これ色が浮き上がるんですよ。これあのソールレッドみたいになってるんですけど、あ下から下から模様が出るんですよ。本当だ、すごいですね。これで今回賞をいただきました。これはちょっとまた模様が違って、はい、でこちらがマツダ3の衣装で、はいはいはい、こっちが CX30 の衣装なんですけど、はい、そういった形のものもそうかできてます。折りまくってますね。分かりました、ありがとうございます、はい、ビジュアルがちょっともっとガツンと、ね、ガツンとしてあるんですけど、ちょっと今回松田用だったんで、はいはい、また機会があれば、まあ、これはこれで、はい、他社ができてなくて松田のこのエンプラ大作戦はうまくいってるというか、どこがあのいいんですか。一番のポイントは、はい、あのさっきの散歩ですね、うん、結局は性能を上げるためにはどうしても材料をいろいろと改良しないといけないです。そうですね。なのでうちとしてはまあちょっとマニアックな話になっちゃいますけど、うん、材料の分子構造まで書いてます。この中身のこれ目に見えない世界の話になっちゃいます。それをまあ特許化しておりまして、あじゃあ松田とあのスペシャルオーダーの分子構造のバイオプラスチック、バイオエンジニアリングプラスチックを開発してやった。そうですね、はい。なのでそこの辺でさっきの環境性、商品性、経済性です。あと重要なのはやっぱ車っていうのはエンプラってありますように、うん、物性がすごい重要です。例えば衝撃で割れちゃいけません。そうですね。あと熱も変形しちゃいけませんとかありますし、うん、劣化してはいけませんとかってあります。そういったあの機体物、そういった性能とか耐久性をですね、今回マツダスペシャルのものにしまして、自動車にも、まあ、あの胸を張って使えるような形になっています。はい。でもう一つ面白い点が、まだあるんですか。本当ですか。塗装ですね、はい、あの当然ピアノブラックって普通傷ついちゃう、傷つきやすいですね、目立ちやすいんですよ、ね、そうですね。でダイヤモンドじゃないんでやっぱ傷はどうしてもついちゃいます、うん、で、そうまあコンパウンドでリペアするんですが、はい、塗装って数十マイクラなんで、はい、やりすぎるとこうなっちゃいます。そうですね、剥がれちゃう、剥がれちゃう、中の素材が出ちゃうと、はい、なんですがこれはもう板厚でやってますんで、いくらリペアしても字が出ないっていう形なので、これはもう本当クロートの方がやらないと字が出ちゃいますけど、まああの最近いいコンパウンドも出てますんで、はい、そうなるとまあ自分でも、じゃあバイオエンプラは、素人さんが、磨いても、字は出ないので、字は出ないと出ないので、まあ、あの比較的あの、まあ、失敗したらちょっとあれっていう話なんですけど、まあ比較的やりやすいんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、じゃあ聞いてびっくり、三歩おいしい、まあ、まだあとあれだよね、けど、それで4つ目があるだけでなく、もう5つ目があるんですか。でですね、実は、はい、あの今回、はい、このマツダ2独自で言いますと、はい、実はピアノブラックっていうのは、まあ、ほとんどやってるんですけど、はい、今回実は模様を持たせてます。はあ、こういった形。あ、本当だ。はい、入ってますね。で、どういった形かと言いますと、従来、こういった模様を表面に持たせると、はい、塗装でやると実はできません。そうでしょうね。なんか水肌になっちゃいます。はい。先ほどの、こういった水肌なんてメラメラしてとても見えたものじゃないんですが、はいはいはい、今回、先ほどの、あの、樹脂自体を溶かすっていう時に、はい、まあ、先ほど金型の話しましたけど、はい、どういった作り方かと言いますと、金型に先ほど表面磨きますが、うん、金型にまず模様を設けます。金属。ああ。模様を設けた後に磨いてあげます、はい、その後にまた樹脂、溶けた樹脂を流し込んで固めることによって、はい、まあ、手間なくこういったものが一気にできるという形で、金型に模様をつけて、模様をつけてその後に磨いてあげて、磨くっていうのはどういうこと、ですね、こういったやはりですね、模様をつけると、はい、そのどうしてもツヤがまだ下がらないんですよ、はい、なのでこういったピカピカにするためにやっぱり磨いてあげないと。磨くっていうのは本体、こっちの金型です。金型の方を磨く。そうですよ。なんで金型にピアノブラックの場合は金型自体を磨いてあげるだけなんですけど、はい、こういった模様をつける場合には磨く前に模様をつけてあげて磨きます。あ、金型なのでもうこの製品自体は何もいじらなくてですね、なるほど、実際に金型をいじることによってこういったで塗装でもできないような衣装性、先ほどのこういったピアノブラックのものもあれば、こういったピアノブラックに模様を設けるって形で、まあ、マツダ2のように、まあ、いろいろと選べて素材を、まあ、遊べるという形でできます。なので模様を変えるとまた全然違う衣装になりますし、当然色を変えることによってこのような、あ、これもそういうことなんですか。そうなんです、模様が入ってる、模様が入ってます、色を変えるタッチでちょっとしたこうザラついた感じが、そうですね、はい、そういった形で、まあ、
表面の構造と材料によってですね、いろいろできるっていうのが、まあ、あの酒の商品性のさらなる面白さというのは思ってます。またまた美味しいとこどりしかも暑いですね、石原さん暑いで、もう一つ、はい、一粒で三つどころか四個か五個美味しい松田エンプラ革命なんですけど、はい、そもそもエンプラってバイオエンプラじゃないですか、バイオエンジニアプラチックですけど、バイオって素材結局何なんですか、その植物って具体的に何を。そうですね、はい、現時点ではインフラが整っている関係でですね、工業用のトウモロコシを現時点では使って、何用の。工業用ですね。工業用のトウモロコシ。よくできればブラジルとかのなんかイメージで。そうですね、その燃料にも使われてる、ね、そうですね、あのエタノール、あのエタノールとかあったりしますけど、はいはいはい、そういったもので使われてる、要はそういったトウモロコシの茎なんですか。トウモロコシのですね、実は茎も使えないんですけど、現時点ではあの実の方を使っているんですけど、ただポイントがあるのが、現時点はそういったインフラの関係上、そういったものを使っているんですが、ただ将来的にはこれ植物だったら何でもいいです、あの、なので極論言うと草とか木とか間伐材ですね、その辺のやつ。そうです、そうです、でも将来的には本当将来的にはできます。特殊な、例えば繊維の率が高くないと、なんかトウモロコシって言うとなんか繊維が強そうなイメージがあるじゃないですか、はい、だからどっちかというとススキみたいなやつじゃないとダメで、はい、その辺のそのペンペン草みたいなやつダメなんじゃないかと思うんですけど、そうでもないんですか。そうでもないです。なので極論言うと残飯とかですね、そういったからもできます。なので捨てちゃうものとかですね、そういったものができましょうね。ただ現時点はインフラの関係上、そういった整っているものしかできないんですが、将来的に先ほどお伝えした量が増えていくと、当然いろんな原料から作れるようにという技術開発としてですね、先ほど言った木とか草とか、そういった捨てちゃうあの廃棄物からも作ることは将来的には可能になります。じゃあ分子レベルで の、はい、その構造がしっかりしていれば、分子レベルでコントロールすれば、はい、ある種高い品質もできるということです。なので今まで捨てちゃうものが実は資源になって、それがまた燃やしても二酸化炭素になって、まあ、植物ガスという形でカーボンニュートラルができることによっていく形で、まあ、今後の地球を考えたような素材になっています。漫画みたいですね。いやだってトウモロコシがさっき言ったように、その繊質が強いイメージがあるじゃないですか、硬い植物の中でも、はい、結構硬い、はい、繊質ができる、セルロースができるものならわかるけど、はい、その方の本当雑草だとか残飯なんて言ったらパンだったりしたら、はい、繊維としては弱そうなイメージがあるじゃないですか。そうですね、はい、それで硬いあの工業用のプラスチックの、素材になるっていうのがイメージが湧かないんですけど、はい、そうではない。そうですね、なのでそういった実は糖ですね、グルコースって言うんですけど、糖まで分解しちゃうんですよ。なのでそういったセルロースとかもですね、いろんなそういったいろんな物質がありますけど、それを糖まで分解します。それのグルコースから化学物質ですね、作ってあげて今回のものを作ってますんで、かなりさっきの分子レベルで分解してですね、一旦分解してあげて、なので分解してしまうともう同じなんですよね、基本的には。そういったもので当然あの量の使える量は変わっちゃいますけど、はい、ただ基本的にはそういったものは原理的に可能になります。本当なんか手塚治虫の世界ですよね。確か昔の火の鳥みたいな、そういうそのなんどんなものからこれが作られてるかわからない、その、はい、まあ、未来少年コナンってこの間息子が言ってたんですけどもうなんか太陽光人工パンとかって言ったりするじゃないですか、はいはいはい、そんななんのかなみたいな話が、はい、あるんですけど、はい、そういう話に近い感じですよね。そうですね、じゃあプラスチックの、はい、じゃあそれ根源的ですけど、植物性と工業性、石油系ってじゃあ結局何が違うってことなんですか。基本的にはそういった今そういった資源循環的な現地であるもの、うん、で当然石油とかっていうのは昔は木とかだったんですね、うん、それが当然長い年月で、ああまあそうですよね、そうですね、なんで基本的な分子構造は炭素とか結局同じなんですよ。それをただ石油というのは当然、まあ、枯渇資源で当然使えばなくなってきますが、はいはい、当然その、そんだけの年月をまた今からやるとなるといつの話になっちゃいます。まあそうですね、なのでそういった基本的な根本的に同じなんですけど、ただ先ほど言ったみたいにあの時間軸ですね、時間軸が全く違いますので、ここを使いすぎると価格になっちゃう。ただここは循環してますんで、まあ、例えば四季があるように、はい、まあ、当然草は年からあのそれだ繰り返しますんでって形は違います。ただ石油系は今までインフラが整っているんですが、ここの技術はまだまだインフラが整ってないんで、当然ちょっとですね、今だここはまだ今から発展途上です。
じゃあ分子レベルでは工業製品、石油化学も植物化学も一緒だっていうようなことなんですか。基本的には考え方は炭化水素ってことですか。あれ違う、そうですね、そうおっしゃってます。なので結局はただ使いやすいか使いにくいか、なので逆に言うともうキッチンがちゃんと整っているのが石油なんだ。石油系ですけど、まだキッチンがしっかり整ってないんで、そこを整えていくことによって石油系と全く同じような技術になるんですが、ただまだ今まで量がまだできてないませんので。そういうイメージで植物系のものでもある種こう石油系と全く同じプラスチックができますね。できる、はい。で今例えば先行しているのが、まあ、梱包紙がいるのでレジ袋とか、結構植物使うバイオプラスチック使いますか、ありますが、そういった形で、まあ、そういった先行している技術はあったりするんですけど、ただまだまだインフラが整ってない分コストが高いんでなかなか使われてないんでっていう現状なので、まあ、弊社としては、まあ、積極的に使っていきたいという形になります。けど中でもプラスチックっていうのはある種その植物系のものを、はい、ある種現実的に使えるレベルに来てるってことですね。そうですね、他の、はい、他のジャンルに比べてですよね。そうですね、まあはい、まあ、バイオディーゼルとかね、そういうところも、まあ、なんか石油に変わる話題になってるんでしょうけど、ね、はい、やっぱちょっとイメージが変わりますね。このバイオというそうですね、植物系というこう素材のものだと、はい、どうしてもなんかイマイチなものなのかっていうイメージがあったんですけど、はい、いや確かこのこれちょっと音とかも、音はかねえか開ける前ですちょっとわかんないですけど、本当見てくれが本当ガラスっぽいですよね。そうですね、もうしっかりします、合成はしっかりします。なのでしっかり固いものになります。透明の透明度の感じがガラス的な、本当にガラス的なものになってますよね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、いや面白かったです。いやこれこそ。